こんにちは。体の間10万円勝負です。今日は2020年の11月22日、1時間ほど過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在のエダコインは、14.11 円ですね。はい。昨日から 5% 上がってます。はい。だいぶ、ここのところね、2日間ぐらいで急に上がりました。これ、15分足ではね、ちょっと横ブレというかね、横ばいな感じですけども、これ4時間足ですと、昨日ガーンと上がって、で今よりちょっと横ばいっていう感じですかね。はい、だいぶ大きく触れてますね。はい、14.5 円ぐらいまで行って、でまた 12.5 円まで下がって、でまた今 14.1 円まで上がってきてるということですね。はい、なのでもうだいぶ10円超えてね。はい、もう今まで2、3日前まで言っていたここのね、サポートラインじゃなかったリジスタンスラインはまあ完全に抜けて。次は今ここで触れてますけど、ここら辺でサポートになって上がっていくのか、またねここを抜けてこの辺りまで来るのか、はたまたここを抜けて下まで来るのかね。はい、ちょっとよく見ていきたいと思います。ではツイッターの方で情報を得たいと思います。はい、内野裕太さんからですけど、本日は Facebook 日本語訳見ていないデステークプロオペレーターさんの活動上のルールについて投稿させていただきましたと。日本語やご投稿のコミュニケーション可能であれば、海外の方も OK ですので、こちらのコミュニティの活用も検討くださいということでね、ちょっとここはあまり触れたことないですけども、コミュニティでね、ちょっと違うところ入ってみたいなとか、まだご存じない方はチェックしてみてください。はい、ゆうたさんですね。14円お帰りということで、まあ、ゆうたさんね、いつも値段が上がってくるとお帰りって言ってるんですけど、まあ、お帰りが続くのは125円ぐらいまでですね。はい。その後にね、なんていうのかなと、はい、感じですね。はい、14.11 円ということは、そうですね、16円が最近の高値だったので、あと2円で、ここ1年ぐらいのね、高値更新ということになっていくと思います。はい、でガイルさんからは10度までいらっしゃいソニックブームとソニックムーブかソニックムーブということで、はい、こちらも値段のこと言ってますね。スザンヌさんが、ちょっと言ってますが、デラベルスキックサムファンダメンタルズ、ASS ってなんだろう。はい、でこちらがこの間はもうねちょっとここで見ましたけど、この三角、まあ、今まで先ほど言った、レジスタンスですね、がここにあって、三角作ってますよって言って、ここを、もうこの三角はね、超えて次のフェーズに行きましたということですね。でこのまま行くのか、またここに戻ってきて上がるのか、はい、またね、こんなとこまで行って、こう行くのか、下に落ちてくるのかということですね。はい。買いそびれた方いませんかね。はい。はい、あとリック・マックラケンさんですけども、ここの表はですね、取引所ですね、バイナンス、ビット・トゥルーっていうのかな、ここ知らないですね。ずっと来て、フォービー、ビット・トレックス、ヒット・ BTC とクラーケンと、まあ、ここら辺が、メインどころかな、あとクーコインとかですね。はい、まあ、何を言いたいかというと、まあ、シェリーになってね、なかなかシェリーに対応できてない取引所が、ポツポツ残ってたということで、まだね、残ってるか、ここのシェリーインテグレーションインプログレスっていうところ、ここを使ってる方は、ちょっとね、次にやるときまだできませんよということなので、他のこの表のところをね、使えば大丈夫です。まあ、バイナンスがあるので、ね、大丈夫だと僕は思いますけど、はい。はい、もう一度ゆうたさんですけど、カルダノではエイダコンライルカタリストが来月から始動します。はい、来月から始動ですね。来月からということと、エイダがもらえるということですね。はい。あれ、カタリストって何だっけという方、レナさんよりカタリスト解説編が登場しましたと。一体何を提案するのかご覧くださいということで見てみたいと思います。はい。ではですね、4ページだけなのでちょっと読んでみたいと思います。でもさ、どうやって鳥たちの経済を作るのさ、簡単じゃないと思うけど、そこで3つに分けてプロジェクトを作ったんだよ。それでは説明しようと。1つ目は、スマホ普及活動。僕の鳥用のスマホ小鳥フォンを量産して無料配布するよ。これでまずはエイダを持つ下準備ができるわけだ。始め方も教えないとだね。2つ目は、エイダ市場開催。失礼しました。2つ目は、エイダ市場開催。鳥たちで暗号通貨により売り買いの場を作っていくよと。はい、3つ目は人と鳥とのサミット開催。人とつながることは独自の経済を持った以上避けられない。うまく交渉の場を作ることが大事だと思うんだ。人間のことが好きでよく知る椿ちゃんなら架け橋になれると思うんだ。
確かに値は人間の食べ物に興味があってよく観察してたけど、値にできるかな。世界には環境破壊や乱獲による絶滅を招いた過去もあって、人間のことをよく思っていない鳥も多い。へへ、そうかな。また、まあ人間のことは多少は詳しいし、頑張ってみるよ。椿ちゃんならぴったりだよ。とりあえず、まずは応募してみよう。ちなみに未開発の項目が多くて、今現在できるのは提案だけみたいなんだ。カタリストは誰でも参加できて、提案者は提案した意見の賛同が集まれば資金を調達できるよ。提案したアイデアをみんなで改善して、より良い案を作る。みんなで協力して取り組むことが大事になってくるね。とはいえ、提案したものの今後どうなるか未確定だから、何とも言えないのが現状。投票が始まるまで時間がかかりそうで、今は待ちの段階かな。まだ未完成なんだ。ちなみに投票した人もエイダをもらえるから、はい、もう一回言いますよ。ちなみに投票した人もエイダをもらえるから、提案がなくても気軽に参加できて、得点ももらえる仕組みになるみたいと。ということですね。来月からです。カタリストマミチキチキ。エイダを多く持つ人の方が投票力を持つ。まあ、ステーキングと一緒ですね。はい。持ってる量だけ権利があると。投票することで、エイダ、保有エイダが実質減ることはない。まあ、これはもうステーキングと一緒ですね。はい。強制参加ではなく、任意で誰でも参加できると。まあ、自由ですよということですね。焦らずに気長に待つのも大事だね。頑張。新しい技術は思うように進展しないことの繰り返しだけど、僕たちも体を盛り上げて応援してよ。次回ご案に続くということで、カタリスト、これがね、来月始まるということで、ここにありましたように、ここか、こっちでした。ここにありましたように、投票した人もエイダをもらえるということですからね。またゆうたさんとかね、いろんなところで情報が出てくると思いますので、チェックしていきたいと思います。はい、では値段に戻っていきますが、まだね、なんかずっと上がってる感じです。14.25 ですね。まあ上がって調整、上がって調整って繰り返すわけですけども、ここでね、また上がっていきそうな雰囲気です。はい、14.3 になりましたね。14.2729。はい、じゃあ 14.29 で計算します。14.29×14.29 で元本が10万円ですので計算しますと、10万超えてますね。10万244円のプラスということです。はい、100.02% の値上がりということですね。はい、2倍にお帰りということになりました。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。